アタナシウス・キルヒャー、アタナシウス・キルヒャー、アタナーティウス・キルヒャー、アサネシャス・キルヒャー、1601年5月2日から1680年11月27日は、17世紀のドイツ出身の学者、イエズス・カイシサイ、東洋研究、地質学、医学など幅広い分野で優れた業績を残した、ヒエログリフの科学的研究と読解に取り組んだ、 パイオニアとしても有名。また伝染病が何らかの微小生物によって引き起こされるという考えを初めて実証的に示し、その説に基づいた予防法を提案した。当時のヨーロッパ学会における最高権威であったが、最判年はルネデカルトなどの合理主義の立場から批判にさらされた。その後忘れられていたが、20世紀の後半になって、再びその業績の先進性と、 多彩さが評価されるようになり、遅れてきた、ルネサンス人とも呼ばれるようになった。アリストテレス的方法論を自在に駆使しながら、同時に観察や実験を重視したという点において、中世と近代をつないだ学者であるとも言える。九人兄弟の抜子だったアタナシウス・キルヒャーは、フルダに近いブコニアの、現在の中輪元州、バルトブルク軍で生まれた。このため、キルヒャーの名前には、 名前に出身地をつけるという古代以来の慣習に従って、ブコニュース、フルーデンシスなどがつくことがある。彼は、フルダのイエズス会学校に四年在籍した後で、新学生としてイエズス会の門を叩いた。キルヒャーにとって幸運だったのは、学校に通いながら、個人的にラビからヘブライ語を習った経験があることだった。被災になるべく、パーダーボルンで、 哲学と進学を学んでいたアタナシュースっ科、プロテスタント軍の侵攻によって1622年にケロニへ逃れることになった。この時、凍ったライン川を渡る時に氷が割れて命を落としかけているアタナシュースは何度か命の危機に瀕している。例えば、ハイリゲンシュタットへの旅の途上でプロテスタント兵に捕らえられて吊るし首にされかけた。ハイリゲンシュタットでは 数学だけでなく、ヘブライ語、シリア語を教えた。1628年に主催に除外され、ビュールツブルグ大学に移って、リンディ学と、数学、ヘブライ語、シリア語を教えた。ここでアタナシウスは、ヒエログリフの解明に初めて取り組んでいる。1631年、アタナシウスの最初の著作、アルスマグネシア、次世研究が世に出たが、 彼自身は三十年戦争の影響でドイツを離れざるを得なくなり、当時アビニョンにあった教皇調律大学へ逃れた。1633年になると、神聖ローマ皇帝によってウィーンへ招かれ、ヨハネス・ケプラーの後継者として、宮廷不学者の任命を受けた。しかし、宮廷不学者の地位を狙っていた、ニコラ・クロード・ファブリド・ペーレスクの作動によって、この任命が取り消されたため、 ローマに留まって研究を続けることになった。以後、その島でローマで暮らすことになる。彼はイエズス会の最高学フローマ学院、現在の教皇調律、グレゴリアン大学で1638年以降の数年間オリエントの書語を教えた。講義から解放されると、彼はマラリアと伝染病の研究に取り組んだ。同時に古代の遺物の収集に熱中し、やがて自宅を キルヒアー博物館として公開できるほどのコレクションができた。1661年、考古学に関心を持っていたアタナシウスは、コンスタンティヌス帝が、聖エウスタキウスが幻を見た場所に建てたと伝えられていた伝説の教会堂の遺跡を発見。資金を集めて、そこに記念聖堂を再建した。この聖堂には死後、彼の心臓が収められた。 アタナシウ・スキルヒャーは特定のカテゴリーにとらわれず、広範な分野で多くの著作を残している。例えば、エジプト学、地理学、音楽理論などである。彼の幅広い学際的なアプローチは、現代の学者から見れば戸惑いすら覚えるものである。例えば彼の、自生研究は、本来自生の話なのだが、重力や愛にまで話題が広がっている。 アタナシウスの最もよく知られている著作はエディプス・エジプティアクスである。同書はエジプト研究及び比較宗教学に関する広範な著作である。彼の著作は学術語、当時の国際語であるラテン語で書かれ多くの読者を得ていた。アタナシウスは当時のヨーロッパで最も優れた古代エジプト研究者であった。彼の提示した説の中には誤っていたものもあるが、 それを差し引いても、学術的エジプト研究のパイオニアというくらいは、揺るがない。彼が、エジプト研究に入るきっかけとなったのは、1628年に、シュパイアーの図書館で、ヒエログリフのコレクションを見たことであった。1633年になって、コプト語を学ぶと、初のコプト語の文法書、プロドロムスコプトスシベエジプティアクスを1636年に、出版している。 1643年に出版された、リングア・エジプティアカレ・スティトゥタでは、コプト語が古代エジプト語の発展した形であることを、述べ、ヒエラティックとヒエログリフの関係も指摘している。エディプス・エジプティアクスの中でアタナシウスは古代、エジプト語がジンソ・アダムによって使われていた言葉であり、ヘルメストリス・メギストスは、モーセと同一人物であると推測している。そしてヒエログリフは、文字ではなく、 オカルト的な記号であると結論付けた。このような間違った結論から、アタナシウスの翻訳はチンプンカンプンなものとなった。例えば彼は、あるヒエログリフを、チュポーンの配信行為は、異質の王権を終焉させ、空気中の水蒸気はアヌビスによって守られると読んでいるが、実際にはオシリスは言う、という簡単な一句に過ぎなかった。アタナシウスのヒエログリフ解読の試みは、 失敗に終わったが、科学的ヒエログリフ解読の講師となった。また、アタナシウスの収集した膨大なヒエログリフ関係の資料は後に、ジャン・フランソワの手に渡り、ヒエログリフの解読成功に貢献している。アタナシウス自身も後に、ヒエログリフは何らかのアルファベットであるという結論に達し、検討違いではあったが、具体的にキリシア語のアルファベットとヒエログリフを対応させてみている。 ただし、今日における彼の評価は、ヒエログリフ解読を絵文字の一種という間違った認識方向をつけたため、イエール大学のマイケル校が言う、解読を2世紀遅らせた人物というものが多い。アタナシウス・キルヒャーは、ヨーロッパにおける中国研究の大一人者でもある。1629年には頂上に宣教師として、中国に行きたいという希望を出している。中国に行くことができなかったため、 ヨハン・グリューバーら中国に赴いたイエズス会宣教師たちの報告や研究書を徹底的に読み込んで分析した。彼の記したチナ・モヌメンティス、中国図説は中国地図を含む本格的な中国辞典であるが、事実と想像の部分がごちゃ混ぜになっている。例えば、キリスト教と中国の関係を記す中で古代のネストリウス派が中国に流入していたというのは正しいが、 中国人が旧約聖書のハムの子孫であるとか、漢字はヒエログリフが崩れたものであるとか、孔子は盲セ・ヘルメストリスメギストスのことであるというような主張は完全に誤ったものであった。著作の中でアタナシウスは、表意文字はヒエログリフに劣ると考えている。なぜなら彼が漢字は特定の概念しか表さないが、ヒエログリフは様々な、 複雑な概念を表現していると考えたからでや。さらに、マヤやアステカの文字は絵文字であって物体しか表すことができないため、漢字よりも劣るとしている。ウンベルトエ子コは、このようなアタナシュースの考え方を、当時のヨーロッパ人の中人間及び、アメリカの先住民間を反映していると見た。つまり、中国人というのは、アメリカの先住民のように征服しても構わない。 野蛮人ではなく、ヨーロッパ文明の本流から離れてしまってはいが、依然として、高度な文明を持ち、ヨーロッパへと回帰する、可能性のある民族だという考え方である。1638年、アタナシウスは、地球内部の構造を調査するために、南イタリアへ赴き、ベスビオ火山に登って噴火口を調査している。また、メッシーナ海峡では、 地底から聞こえる不思議な音に興味を惹かれている。一連の地質学研究は1664年に出版したムンデス・スブテラネウス地下世界にまとめられた。同書の中では潮流の原因は海洋における温度の違う水の動きにあると鋭い考察を行っている。彼は化石についても研究しているがどうもよくわからなかったようである。というのもアタナシウスの研究していた。 化石には本物の化石と化石でないものが混じっていたため、彼はあるものは自然の力によってでき、あるものは人間が加工したものではないかと考え。アタナシウスは病理研究に科学的手法を導入した最も初期の人物の一人である。1646年には顕微鏡を用いて伝染病の犠牲者の血液を検査している。1658年の スクリティニウムペスティス伝染病研究では血液中に微小生物を発見したことを述べそのような微小生物が病気の原因になっているという説を示しているしかし彼の観察した微小生物は赤血球あるいは白血球であったが考え方自体は間違っていなかった彼はこの説をとにした伝染病予防法として患者の隔離、検疫 患者の衣類の焼却、マスクの使用などを挙げている。アタナシュースは他にも、磁力で動く時計や楽器を作ったり、音楽理論についての著述もしている。宇宙論に関して彼ははじめ、ニコラウス・コペルニクスの説に反対していたが、その後の研究を経て可能性の一つとして、コペルニクスのモデルも支持するようになった。1663年のポリグラフィアノバでは、 人工国際言語の可能性についても言及している。1666年、アタナシウスは有名なボイニッチ思考を受け取った。送り主はアタナシウスなら解読できると考えたようである。こうして思考は1870年の教皇領のイタリア王国への併合までローマ学に所蔵されていた。キルヒャーの主要な著作、年代順、アタナシウスキルヒャーは当時のヨーロッパ全域で 高い評価を受けており、学会の最高権威であった。歴史学者のポーラ・フィンドレンは、彼が国際的評価を受けた最初の学者であるという。アタナシウスが幅広い分野で多くの業績を残せた一つの理由は、優れた研究者の多かったイエズス会委員たちによる研究を参照し、統合できたことや、世界中のイエズス会宣教師の報告をローマでまとめることができたことにあった。 アタナシウスの研究には、神話や伝説といった事柄が混じっていたため、晩年になって、ルネデカルトを筆頭とする合理主義者たちから厳しく批判されることになった。その後、アタナシウスは長らく忘れ去られていたが、20世紀の後半になってようやくその業績が再評価されるようになった。しかし、未だに、彼のラテン語著作の多くは翻訳されていない。 キルヒャーの科学的研究は、現代のレベルから見ればお粗末なものであるため、どちらかというと、見当違いだった、研究の部分だけが大げさに紹介されることが多いが、その研究には、正確なものが多かったことは忘れてはならない。また、その業績の広さ、先見性や観察力の鋭さは、さらなる評価を受けて然るべきものである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。